アクア用品買ってみたのコーナーはい、どうもさっそです。今回はね、ちょっと思考を変えたね撮り方をしてるんですけど、あんまり気にしないでください。ちょっと思いつきなんで、はい今日はね、おすすめのアクア用品を紹介していきたいと思います。今回はこちら、こちらです。ジェックスグランデカスタム、いやしょうもなくてごめんなさい、うん、でこれがね、なんでおすすめなのかっていうと、まあ上部フィルターね、たくさんあるんですよ、うん、種類はたくさん出てます。でこれのいいところは、圧倒的なろう材の容量。実はこれ段数を増やしてたくさんのろう材を入れることができる、カスタムすることができるっていう大変優れた上部フィルターになります。まあ上部フィルターだからね、水草育てたい人とかにあんまり合ってないかもしれないんですけど、これはねかなりおすすめですよ。でね、ろ材とかはさ、自分たちでカスタムしてほしいんで、自分なりのおすすめはあるんですけど、そこら辺はもう自らカスタマイズしてください、うん、でね、今回何がそんなグランデカスタムに何が言いたいかというと、結構ねいろんなレビュー見てても音が気になるっていうことが多かったんですよ。なんで実際にフィルターの水の音聞いてもらいたいと思います。じゃあいくよ、3できてなかった、3、2、1、早えなおい、3、2、1、どうぞ。わかるかなこれ、音の感じ。てか俺が喋ったらわかんねえか。まあこれ映してることもないんだけどさ、音が聞きたいんだけどね。はい失礼はいじゃねえどうすか、実際に聞いてもらった感じ、あの結構でかかったと思うんですよ。多分あの自分リビングに置いてるんで別にあんま気にならないんですけど、これね実際に寝室とか、前の俺家寝室に置いてたんですよ、うん、寝室に置いてたら正直慣れてる人じゃないと寝れないと思います。自分もね、結構長く水槽と同じ部屋に寝てたんで、水の音とか別にびちゃびちゃ言ってても何も気にならないですよ正直ね。ただあのアクア始めたばっかりとか水の音すごい気になりますって人は、多分一緒に置いて寝たら寝れねえっす多分、うん、なので意外と気になると思ってください。うん、結構音でかいです。ただあの他の上部フィルターより圧倒的にいいと思います、これだけは言える。うん、別の上部フィルターが欲しくてどうしようって悩んでるんだったら、グランデカスタム、ジェックスグランデカスタムおすすめです。ただねこれあのカスタムできるように断層分かれたやつ売ってるんですけど、中のね、ちょうど写真も出しておきます、中のこの部分、この部分は実際専用ホースみたいなのがないんで、そうカスタム専用のホースみたいなのが今のところね、自分が探し漏れてるのかもしれないですけど今のところ発見できてないです。なんで溶接というか切るしかないと思います、サイズに合わせて。そこだけがちょっとネックかな。うん、それ以外はねこいついいですよ、おすすめです。D たちもね元気に過ごしてるんで、これのおかげで、うん、てな感じかな。はい、というわけで今回はちょっといつもと違う撮り方はしてるんですけど、
別に何度も言うようですが特に意味はありません。ちょっと気になったからやってみただけです。うん、な感じですかね。うん、今回はこんなところかな。あ、短いけどね、相変わらずね。じゃあジェックスグランデカスタム、上部フィルターで迷ってる方はぜひ私からのおすすめです。別にね、これが絶対じゃないんで、他に気になるアイテムがあったらとことん調べて自分の好きなようにアクアを楽しんでってください。うん、僕の言葉が全てじゃないんで。はい、では今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。